そうです。このあやめっていう女の子が、はい、あの幽霊なんですね、はい、でこの子がサマーゴーストって呼ばれていて、でその他の3人っていうのがあの普通に生きてる子なんですけど、はい、がサマーゴーストっていう都市伝説の幽霊に会いに行ってみようみたいなところから物語が始まって、生きる意味とか、まあ、死ぬってどういう世界なのかなみたいなことをこう聞きに行くみたいなところから、まあ、実はなんで死んだのかみたいなところがこうどんどん明かされていって、こう3人がそのこの人夏の幽霊との体験を経て、まあ、なんか生きることみたいなのをもう一度考え直すみたいなのがすごく大きなお話としてあって、なるほど、あの、まあ、これはちょっと僕のキャリアにの話なんですけど、やっぱりその一番最初シールさんに憧れていたところから始まり、あのこれいや本当に僕あのあれです、あの牛の干支のあのメイキングを書かれたじゃないですか、はいはいはい、もう10年以上前ですね、あれ持ってて本当にそこら辺から、あれ買ったの何歳ぐらいの時ですか、いやでも多分中学生とかだと思う、中学生です、ね、今何です、今26です、26です、10年以上では12年前だとしたら本当中2とかですよね、そうですね、やばいですねいやなのでお会いできて本当に光栄なんですけど、ありがとうございます。そこからいろいろ経て、まあ、いわゆる日常の特に、まあ、綺麗って呼ばれるような絵を描くようになって、うんうんうん、でオーダーとしてやっぱりそういうものが増えてきて、こうそれってこう自分が綺麗って思ってるっていうよりは過去をなぞってるだけだよねみたいなところで、うんうん、こうちゃんと自分が今やりたいことをやるみたいな。